ビワコオ,オナマズは、ナマズカに所属する、淡水魚の一種。ナマズの同族一種で、琵琶湖、淀川水系のみに生息する、日本固有種である。日本に住む、ナマズカ魚類4種の中で最も大きく、在来淡水魚全体としても最大級の大きさに、成長する。明治時代以降、日本でも、西洋の近代的手法に基づく魚類の分類が、 進められたが、琵琶湖のナマズは、すべて単一種のマナマズとして扱われていた。琵琶湖には、複数種の異なるナマズが住んでいるという、古くからの地元漁師の認識が反映されたのは、友田義郎によって、琵琶湖ナマズと、岩戸トコナマズが、新種記載された1961年のことであった。新種記載の経緯については、岩戸トコナマズの項も、参照のこと、 琵琶湖の漁業者は本種を単に、オオナマズと呼称していたが、関東の利根川水系でも時に1メートルを超える、マナマズが漁獲されたことから、区別のために、琵琶湖オナマズの標準和名が与えられている。種商名のバイワンシスは、琵琶と、ラテン語のエンサスからなる、合成語で、琵琶湖山を意味する。琵琶湖周辺地域での地方名としては、オオナマズの他に、 ハゲナマズなどがある。水族館などで飼育、展示されている例もある。日本の固有種で、ビワ湖と、その流出河川にあたる淀川水系にのみ生息する。当初は、ビワ湖だけに住んでいるものと考えられており、淀川など下流域での生息が確認されたのは、比較的最近である。ビワコ王ナマズの、白生日本産ナマズ類として最も大きく、成長する種類で、 最大で体長 120cm、体重 20kg ほどになる。体格には私有差があり、一般にメスの方が大きく、100cm を超える大型個体は、ほとんどがメスである。一般的なナマズ魚類に共通した、形態学的特徴として、平たい頭部と幅の広い、大きな口、小さな背びれと規定の長い尻びれを持つ。 長く発達した口ひげは感覚器としての機能を有する。マナマズと同様に稚魚の段階では3体の口ひげを持つが、下顎の1体は成長と共に吸収され、制御では上顎と下顎に1体ずつ、計4本となる。上顎のひげは、マナマズのそれよりも短く、胸びれまで達することはない。退職は、金属光沢を帯びた、黒敷調で、腹部は、 一様に白い。マナマズ及び、岩とコナマズと非常によく似た外見を持つが、本種は、頭部が長く、潰れ方が大きいこと、また下顎の突き出し、具合が、より強いことなどから区別される。尾ひれは二股に分かれ、常用が下場よりも、長いことも特徴である。マナマズ、岩とコナマズの二種は、骨格上の多くの特徴を共有するのに対し、 ビワコオ,オナマズは、頭蓋骨、中古い骨、肩体などに両師との差異が大きい。ビワコにおける、食物連鎖の頂点に立つ生物である。強い野光性を示すが、日中も、活発に活動することが確認された。甲殻類や水生昆虫を中心に捕食する、イワトコナマズとは、対照的に本種は、魚食性が強く、アユビワマスフナ類をはじめ、 外来種である、ブルーギルなどを主な餌にしている。また、生魚のブラックバスを捕食できる数少ない在来魚でも、ある。繁殖は6月下旬から8月にかけて、梅雨明けの時期に行われる。この時期、豪雨によって、岸辺の水位が上昇すると、夜間に、多数の個体が歴定の朝場に集まって散乱する。繁殖行動は、マナマズや岩トコナマズと、 同様、オスが、メスの体に巻きつくという独特の様式である。オスは腹部を上向きにして、メスの背中に乗り上げるような形で巻きつく。シウはそのまま30秒程度動かずにじっとしているが、やがてメスはオスを振りほどくように体を大きく震わせる。そして2匹の体が離れた瞬間にメスは散乱し、シウは寄り添いながら2度旋回遊泳して、繁殖は終わる。 一度目の旋回遊泳はゆっくりであるのに対し、二度目は非常に激しく、大きな水しぶきを上げながら行われる。この旋回遊泳の意義については、諸説あるが、卵を分散させて、捕食圧を低下させるとともに、不可後の飼魚の生活範囲を重ならないようにするためと見られている。 マナマズの繁殖行動はオス2匹とメス1匹の組み合わせで行われることもあるのに対し、ビワコウオナマズでは一連の行動は常に一つがいで行われ、メスをめぐって、誘導詞で争うようなことはない。繁殖期のピークでは、小岩のヨシ状に押し寄せた大群が、大きな水音を響かせながら、夜明けまで産卵を続ける。 微和ナマズの産卵を150回以上観察した前畑生前神戸学院大学教授によると産卵は岩場や水草、流れもでも行われる。卵は岩床マズと似て高褐色ゼリー状である。岩床マズの卵は表面が不正で粘着性を持たないのに対して本種の卵は厚い粘着性のゼリー層に覆われ砂礫に付着して発生する。 水温摂二22度の条件下で50時間以内に孵化する。死魚期以降の成長過程についてはほとんどわかっていないが、成長は比較的早く4から5年で、全長60から80センチメートルに達すると見られる。一般に、メスの方が大きく成長し、寿命も長く、大型個体では10年に達する例もある。肉は白身だが、 独特の臭みを持つため味は劣り、食用とされることはほとんどない。船寿司の原料として漁獲されるニゴロブナ用の刺し網にかかることがあるが、通常はそのまま廃棄される。ありがとうございます。